岩崎さん、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。すいません、新年早々押しかけてしまって申し訳ないです。今日は全然大丈夫です。1月2日に、はい、こういうところまでだいやいやいや、はい、ご苦労様です。ありがとうございます。新年早々、はい、今日はこの岩崎さん所属のラグレースゴルフクラブで岩崎さんから魔法のアプローチを教わりましょう。教わりましょう、はい、超楽しみですお願いします。お願いします。皆さんこんにちは、横田修司です。今日は和歌山のラ・グレースゴルフクラブにお邪魔しております。今日のゲストは岩崎浩二さんです。よろしくお願いします。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 いやー、あ、そう、ぶったまげたよね。ぶったまげた試合中に、はい、この方、うん、アプローチ何っていう。まず初めましてで、はい、ちょっと 謎めいててそう2番のショートでボンボンとオーバーして、はい、あ、これは寄らないぞってところから、はい、絶妙なアプローチを寄せて、そう、岩崎さんと初めてラウンドさせていただいた時に、はい、あんまり覚えてないですけどねアプローチは覚えてないですけどね、はい、アプローチのうまさに2人で目合いながら、ちょっとやばいなっていうことで、はい、今日もう念願のと言いますか、はい、もう絶対あの岩崎さんのアプローチだけはうちらの YouTube で撮らさせてもらおうということで、はい、今日やっと叶いました。1月2日に和歌山で押し寄せてすいません。お願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。よろしくお願いします。ね、本当で記憶にないってことは、はい、あれ当たり前なんですよ。でしょうね。うん。多分。で、うん、ファイナル QT どこでやったかというと、はい、あの宮崎県のトム・アトソンゴルフコースですね、はいはい。あそこはもうティフトンだし、もう芝がもうペタペタで、うん、シニアの選手たちがもうみんな、僕なんか行ったら絶対落ちるわ、チャックリ病で、うん、いやいや、うん、でみんな大苦戦してたんですよ。もう芝がペタペタで、うん、もう寄らないで、林ティーショッターみんな林に芝がこう薄いから入っていっちゃう、うん、でもこうね、こうなってて、こうなってるから、まあ、そんな中で見事トップ通過、うん、そして今年賞金ランクも17位ということで、はい、ありがとうございます、はい、来年のシード権も獲得いたしました。もう終わり2試合でポンポンっていったんですよね。そうですね、はい、うん、1回こういい時もあったんやけど、またちょっと落ちてね、うん、ということ であれですよね、レギュラーの時は伸びる、はい、でチャレンジファイナルで2位になられて、で2016年のファイナル QT でそこも1位です。2006年ですね。2006年、ああ、2006年のファイナル QT、 あ、なるほど。だからシニアとレギュラーどっちも1位通過してる、はいはい、多分岩崎さんだけだと思う。僕も思います、うん、それを支えてるのはこのアプローチと言っていいっすね。もう言い切っちゃって、最近はね、あ、最近は、うん、あ、その頃2006年の頃はまだどうかなって。ああ、うん、そうっすか、はい、もう最近もね、寄るか寄らないかも分かんないですけどね。いや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 、でもね、本当にまずもう 見たいっすよね、うん、はい、多分見たいと思います、はい、じゃあちょっと早速、皆さんやっぱ冬場のねアプローチ絶対皆さん、薄々の芝で、そう、薄々、あ、この一番薄いとこで、薄々これでここでいいですか、はい、皆さん、僕も一緒ですけど、恐怖に怯えるこの、はい、下りのアプローチです、100% パターしか持たないやつ、しかもフェース開き気味で、この音ねえ、いい音、ソール全体がね、ピタッとバウンスが当たってる音が、うわー、入った、ちょっと上から、なんてことないですもんね、うん、このライから、あ、今ちょっと捕まえ気味に入って、はい、入りました。これが一番良かったですね。なんか噂によると3回に1回入る、そう、3回に1回あのここでレッスン受けてるアマチュアの方によるとですね、うん、3回に1回チップインするって噂聞きましたよ。いや3回に1回入りましたけど、うん、でも今日もチップインしたんですよね、午前中ラウンド、午前中初めてのラウンドでね。でパーオン率何パーセントですか。パーオン率多分ね、今日ね、多分9ホール回って取ったの5回ぐらい、はい、ほら、だから3回に1回入ってるんですよ大体ですね、うん、4回ぐらい外れてます。
だからレギュラー時代も日本オープン、その2007年は全部予選落ちされちゃったんですけど、はいはいはい、日本オープンだけ予選通ってるじゃないですか、うんうん、それって結局日本一パーオン率の低いトーナメントだから、やっぱりそこでまあオーバーパーで通れますもんね予選ね。そこで本領発揮するわけですよね、うんうん、だからで、シニアになってからこうだんだん頭角を現した、表されたということで、やっぱりあれですか、そのなんかその転機になるようなアプローチが上手くなるきっかけっていうのはあったんですか。そうですね、まあ、ある人にこのバンスの使い方っていうのをまあちょっと教えていただいて、はい、それがまあヒントで、はいはい、まあ、バンスってもうねここを大体バンスと思ってしまうんですけど、うん、はい、裏の裏を使えと言われて、裏の裏、この辺ですか、ほうここ、うん、ほうほうほう、イメージはここが先に当たる感じ、うん、チャックリ絶対しないよって言われて、ほう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 、まあ、まあ確かにねここ当たっちゃうと絶対にこうターフも絶対取れないんで、ああなるほど、はい、だからこう自然に開くようになったのかもしれないですね。でこれ削ってはないんですか。ないです、これそのままですよね、はいはい、あそう、はい、で開いて使うので56度、うーん、なるほどっていう感じになってますね。そう、なんかあんまりいじってないらしいんですよ。全然いじってないですねこれ、はいはいはい、はい、こっちか、確かに僕なんかもうこっちから入れたくなっちゃうわけですよ、はいはいはい、アプローチ調子悪ければ悪いほど、うん、そうか、ですんなり ストーンと腑に落ちたんですか、 こっちに。いや、いろいろ練習していろいろね、こうグリーンの上じゃないけど、まあこうね、やったらダメですけどね、こうカラーの上とかでこうちょっとこう自分なりにこういろいろやってみて、はい、まあ、それをやってから、はあ、まあ、少しダフってもボールが飛ぶっていうのが分かってね、はあ、はあ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 、そうだからなんかちょっとソールの音が先にボールの音よりも、はいはいはい、そうそう、なんかワンタッチな感じ、ね、そうだから音がいいなと思ったんですよまず、うん、だからそんな、うん、自分ではなんか難しいことしてるつもりはないんですけど、まあ、見た感じにみんな難しい難しいって言われるんですけど、もう自分の中ではこう構えて、まあ、あんまりバースともあんまり今はもう考えてないんですけど、はあ、そのままこう 手元をこうストロークしてるだけなんですよね、はあ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 、だからここに落とすっていう入れるっていう意識は一切ないです、はあ、ボールのねクリーンに、あの、なんていうんですか、ちゃんとコンタクトしようと思って、はい、そこにこう入れに行くっていう感じは一切ないので、はあはあ、もうそのままこのバックスイングした形を変えずにこう、なるほど、あのストロークしてるっていう自分の中ではそんな意識ですかね。横さんでもできるのかな。できますよ、簡単。いいですか、はい、マジでこういうところに来たらもう吐き気を催すんで僕は、うん、もう絶対にパターですか、21度か、ね、普通に考えるとちょっとこのライでもできるんですか。あ、全然できます、ね、ちょっとマジでこれ見てください、これ。なんかそれさ、ライがよく感じる。ポコンってほら。ライがよく感じる。ほら。よく感じる。ちょっと。もうこんなん絶対入らんよ。ちょっと埋まってね。埋まって。全然大丈夫ですね。うわ、入るし。入っちゃった。嘘でしょ。いや。もう吐き気する。あ、でもね、少し楽、気持ち楽になったかもしれん。裏の裏。ダフらないですよ。確かに、裏の裏。ちょっと強いけど。強いけど。いや、うん、裏の裏まで行けば、うん、なんとなくちょっと。鋭角に入れば入るほど、うん、その跳ね上がってくるから、うんうん、だからできるだけヘッド低いところに置いといて、なるほど、うん、そういう意識でいくとあんまり跳ねないんで、最後の岩崎シニアもティフトンじゃないですか。あそこは芝は、ね、結構、うん、深く生えてるけど、苦労しましたね。あ、もうハワイだもんね、あそこ芝が裏。ああ、今大ダフりですけど、まあまあ助かってる、助かってる。そっか、あのソールの裏の、あ、でもでも寄ったやつか。これはよしでいいんですか。よしよし、うん、ちょっと待って。
どんだけ下手くそなんだよ。いやでも岩崎さんのこの手の角度が変わらないのはやっぱすごいですね、うん、そっか、うん、すごい。ちょっと岩崎さんのボールの位置に入らせてもらってみますか。はい、はい、どうぞ。じゃあ普通の感じでいいですか。はい、はい、普通の感じ。普通の感じ。あ、ちょっと弾道もちょっと頭に焼き付けたいんで。あ、うん、すげー綺麗。ちょっと、はい、はい、足の位置も、はい、クラブの位置がここですね。はい、はい、ここ、はい、あれだっす。了解、はい、ここだ、ここだ。で、あー、うん、成功、成功成功こうだ、ここだ。で、ちょっとソールの裏の裏、いい音した。ちょっといい音した、うん、そうか、裏の裏使いながらちょっとこうですね。これを動かさちょっと締めていく。イメージはこっちをこう、あ、こう、肘を、そう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 、その感じですかね。こっちがこういっちゃうと怖いんで、ちょっともう一回。これ使えたら相当、いや相当いいよ、うん、試合で助かるよ。開幕戦も規制もね、うん、まだほら春先じゃないですか。沖縄だから芝きれいに生えてるけど、これを大体こんな感じだったら裏の裏使って、お、あ、ちょっとずつちょっとずつ、お、あ、ちょっとずつちょっとずつ、いい感じ、お、ちょっとずつちょっとずつ、あ、いい感じ、お、そうか、そう、そうか、こ、そうか、そうか、そういう感じなの？え、そういう感じ？そういう感じ。だこっち使ったらこうやっちゃうじゃない？はいはいはい。こう、そうしといて、そう、イメージは、で、ちょっとここ使うんだ、ここ。あの、先、はい、先でこう、なんか上がりかけにちょっと先で当たるぐらいの気持ちでちょうどいいかな。上がりかけに先で当たる。落ちてからの話になるから、ソールが下行って、そのイメージは、そうそう、先でこうちょっとそう。ああ、うん、もう一回ですか。どうぞどうぞなんか掴めそうなんですね、うん、ってことは、うん、結構岩崎さんのアプローチ見た時魔法に見えたんだけど、結構誰でもできそうな感じ、うん、だから僕みんなに言うのはやっぱりできるだけ、うん、あのアマチュアの人に言うのはすごく近く立とうよって。ああ、そうか、遠いな、うん、近く立ったら、お、結構こう手がこう悪さしないんで。なるほど、うん、悪さできない。やっぱついつい こっちから入れたくなっちゃうね、うん、だけど ここを、いや、わかりますわかります、うん、めっちゃ覚えたい俺も。なるほど、うん、いや、ちょっと岩崎さんのやつまた今度別アングルから撮っていいですか。そうですね、うん、そうですね、そろそろなんかやりそうやけどな、はい、このえこっからも撮っていいですか。全然大丈夫ですよ、はい、アップでいきます。おう、こういう感じですね。あ、うん、綺麗綺麗。入る、ほら入るんだもん。もう入るもんね、うん、ちょっと風がね風がフォローでだいぶ風がフォローですごく、うん、うん、綺麗だな。でも本当に本当にうまい。本当に裏の裏当たってますね。当たってるね、うん、まあ、ここは絶対入ってないですよね、うん、入ってない、うん、でもやっぱりライ悪い時は気持ちでも少し、あ、ちょっと、はい、じゃあライ悪い時悪いというか、そうですね、こういう、 こう逆目の、はあはあ、こんなとこにある時最低、うん、終了、はい、最低のやつ。こういう時はイメージはこうなんかこう少しこの入射の角度だけ僕イメージするんですよ。ほうほうほう、この角度、どの角度でこう入ってくるかだけをイメージするんですけど、はい、だからまあこれだとちょっと上からでこのぐらいの感じで、あ、はい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 、でそれをイメージしておいて少しこれはもうハーで、うわ、うわ、鋭角に入れてるけどバンスの音がするのよ。鋭角、うん、うん、そうですね、まずこう、だって入射角自体は結構入ってる、それをだけどバンスの音がイメージして、それだけをイメージして、この角度だけをイメージして、あとは、うん、ああ、
いい音。うん、なんか、どうですか岩崎さん、これができるからやっぱショットも積極的にピン狙っていきますもんね。そうなんだ。ねえ、俺絶対あの、ね、ピン手前に来てる時とかもう、うん、よう打てんもん。あ、ピン手前この辺もしあれバーディーチャンスですね。でしょ。もう奥に乗せるしかないなと思って自分で思い込んでるだけですけどね。もう実際ボギーになったりはします。そっか、ダンブローだけど、うん、あーでもやっぱりこっちが使うと思えば少し、うんうん、だからそういう時はあんまりこう裏を意識しないで行った方が、ああそうなんですね、うんうんうん、あそうなん、あの入射の角度だけを意識して、うんうん、その角度だけを意識してこうなりますけど結局でもこう少しだからこうなるんでしょうね、は、うん、はいはいはい、そのままここにこう行ってくれたら、ああそうかここを当てるんだからね、はい、ついついやっぱりリーディングエッジから当てたくなっちゃうかな。うわこれ最低、ね、どうしようと、やっぱり裏の裏を、ね、今のここだったら大丈夫なんやけどね、うん、ちょっと待って、だからもうちょいやっぱり正確にいかなきゃいけないってことですよね。そうですね。ほんと、あ、いい音してるね。岩崎さん、その鋭角に入れてくる時の感じっていうのは、はい、こうハンドファーストを手の位置だけで変えるのか、それとも軸ごとかぶさる感じですか。少しだからこの使い方をこう低くこう引くっていうよりも少しだけちょっとだけヘッド上に持っていく感じかな。だからこう手がこう少しあんまりこの位置変わらないですね、を見てたら、うんうん、なるほど。じゃあボールのポジションが若干右に来てテイクバックが変わるだけで、そうですね、ちょっとだけ右に来て、はい、ちなみに普通のアドレスと、はい、悪いラインアドレスと見せていただいていいですか。ほとんど変わんないかな。そうだな。これまあまあ悪いライというか、うん、ね、これちょっとふかふかで難しいライですよね、これ。はいはいはい。この時は、そうですね、どっちかというとやっぱり少し、ああ、そういう感じだ。こうなりますね。はいはいはい、だから、このぐらいの位置ですね。もうなんか寄りそうだもんね、もう素振りとかが。あ、トップシャン。いや、でも入った。入りますね、結構。ああ、寄りそうだもん。うん。うわ、うますぎる。すごい、うますぎる入り方が。普通の時とあんまり変わんないですか、うん、変わんないですか。うますぎるな。でも少しボールやっぱり結構左に行くんだ、左ですね、うん、この位置は結構左だもんな。でも左でも、はい、結構だからでもね、僕胸の位置でこう決めるんですよ、はいはい、胸の位置、うん、だからこう、はいはい、なんていうんですか、こうなってればさ、すごくボールがすごい左に行くじゃないですか。うん、でもこう肩を思いっきり開いたら、結構右に寄りになる。球の位置がこうつま先寄りにあるんですけど、その肩の位置が後ろ、はい、肩が結構開いてる、肩が結構開いてるから、ほんでここにこう抜ける場所を作りたいんですね。うんうんうん、このグリップのこの抜ける場所を作りたいので、だからこう構えるとどうしても抜ける場所がなくなってしまって、あ、詰まっちゃう。こういくとここに抜ける場所が出るので、なるほど。だからこう向いてる感じですね、こう向いてる感じですね。車の方向いてるの白い、うん、ああ、ちょっと、なるほど。ちょっと私の肩のラインだけ、岩崎さんの肩のラインって、あ、そうですね、この辺だった。そうそうそう、うん、そんな感じだね。ああ、これで、あ、音は少し良くなった。今あのちゃんと抜けてますよね、手が。あ、これ。こうなってない。これか。だからそこでボールの位置を決めてる感じ。はあ、やっぱりもう。そう、足の位置じゃなしに、自分のこう胸の感じでボールの位置決めてますね。うん、だからこういうライだとこうなるから結構右に置いてあります、ね。勉強になったってか、ちょっとできそうな気がしてきましたね、横尾さん。はいはい。いや、でも、裏の裏、ソールの裏の裏、うん、意識すると少し気が楽になって、次のこう世界が見えるような感じもします。うん、ですかね。はあ、はあ、さっきさん、ありがとうございます。いえいえ。うん、これで横田が来年どれだけ拾えるかですね。そうですね。うん、拾いましょう。うん、いや、
この動画を一本撮りにわざわざ和歌山まで来た甲斐がありますね。いや本当何倍にもなって帰ってくるよ。帰ってきますね、うんうん、すいませんそんなあの元旦いえいえ2日そうそういえいえあのお付き合いいただいて、はい、ありがとうございます。いやありがとうございます、はい、こちらこそどうも。いや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 、ね、なんかこれであれするのもったいないね、うん、部屋の中でドリル教えてもらえます。教えてもらえます。うん、はい、いいですか、はい、どんな練習したのか、はい、どんな練習してきたのか。そうだ、はい、なんか高校生から高校卒業してからゴルフですもん。そうです、本格的はそうですね。はい、ね、カジってでもジュニアの大会は出たことはあります。あ、クラブしながらね。何しながら？クラブ、いや、あのバレーボール、うん、高校の時はバレーボールしてたんで。はい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 、そのクラブしながら、はいはいはい、だから、うん、合間に1回か2回出たかな。あ、そうなんですか。はい、まだやり始めてどうでしょうね。まあ、30代とかも出たことないぐらいの時に。あ、そうなんですか。へえ、そこから研修生になられてプロになったという、はい、うん、まあ、いや、じゃあちょっとどんな練習をしてたのか、はい、ちょっと次の動画で教えていただいていいでしょうか。はい、はいはい、ありがとうございます、はい、分かりました、はい、よろしくお願いします。寒いので中行きますか。はい、OK、はいはい、です。